業に携わる方県内が多いんですが、300名ぐらいの方がドローンを導入して農薬散布をされております。どこのドローンでも取り寄せできますよ、販売できますよ、修理できますよということをしていこうと。実際ドローン手離したらもう止まっとるんで、そんな難しい仕組みにはなっておりません。従来からあったドローンが農薬散布であったんですが、これを、みんながもうちょっとどっかいいようになればいいなっていうのを全部改良したような方で、モーターを停止しました。勝手に飛んでくれます。自分で RTK を使って、基本的に500円玉の範囲内でドローンは飛んでいく。これを、畑のほとり持ってきて、薬持ってきて入れてやって、飛ばしていって。今までホース引っ張ったり、薬かけが一番しんどいと言った部分はもう完全に自動化できて、こっちが赤外線カメラがついてて、ここにカメラが4つあるんですが、一つは物との距離を何メーター何センチまで測れるカメラと、それから広角カメラと赤外線カメラとついてて、赤外線で、体温が高いものが見えていくんで、動物を探したりとかすることに使用できるような形のものです。人の温度に反応しようって感じです。距離が分かるようになったんですよ。150ぐらいで地上におる鹿が取れるんで、ここに今動きおります。動きおる。すごい。うち逃げたでやとか言ってこれでやったらね、無線で教えるのも確実にできますし。このドローンって災害とか人を捜索するのにも使えるんですけど、空ザーって飛ばして赤い点があったら、そこポチって押せばそことの距離が分かる、緯度経度が分かるんで、